どうもイルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて今回はゼロデイを終えということで、ファイルサーバーにハッキングする感じだね。ここなんだよねめちゃくちゃでかいんだよな。ナイス。事務員でか。旧 MI6 の建物です。かつては世界で最も名の知れた諜報機関の本拠地でしたが、今では SARS の根城になり、ヨーロッパ中の秘密工作や血みどろの政変の情報が集積されています。ですので昔と大差はありません。ろくでもないことに関わったかもしれないな。バーグリー、そのくらいにしときな。あんたは中央サーバー室を見つけ出してつないでくれるだけでいい。あとはこっちでやる。まあね、だいぶおしゃべりだからね、バグリーね。これは外か。地下があるね。地下の方か。誰に雇われた？さあ、ダウンロード完了。この辺りは大変そうだな。さあ、オッケー。ほう、なんかすげえ部屋来たな。さっさあ中を確認しとかないとね。んで上。いやー、めちゃくちゃ供給切ってんな。ちょこちょこ罠には引っかかってるんだけどね。これか。これを取りに来るのか。よし。一回周り見ながら侵入箇所探していくか。なんだ？これはいいね。いいでしょう。これはいいねーって何を見たんだろうね。はい、ご苦労さん。強えな、やっぱ敵。何か引っかかったね。よし、とりあえず潜入成功。やり合ってんな。どっちも。いや、
こっちからしか行けないのか。これはちょっとハイジャックだね。一回処理しとかないと後々が怖い。はい。よーし。ね、オッケー。意外と貫通してくるんだよな。ガン虫でも OK だね。さあトラップだらけ。ここだね。いるな。まあでもそんなに。逃げられた。再編成する。言うほど人がいるかっていうとそんな感じではないもんな。お目当てのサーバーだ。じゃあハッキング。バグリーを繋いでくれたら。あとはこっちで処理する。分かったよ。ちょっとしたお知らせがあります。ですが聞いても怒らないと約束してください。早く言ってくれ。どうしたんだ。お約束いただけなかったので詳細は伏せますが、アルビオンの一軍がそちらに向かっているとだけお知らせします。これでいいの？終わったぞ。わお、あんたが味方になってくれて本当に良かったよ。やったね。じゃあそこを離れて。何か分かったらまた知らせる。正義は果たされました。今の時代ではこれが限界でしょう。対象に良い知らせを届けます。採用候補から連絡がありました。回線をつなぎます。何か手伝えることがあったら知らせて。恩を売るというわけじゃなかったが、君がデッドセックに入ってくれると心強い。うんうん、もちろんだよ。知らない間に。まあ罠仕掛けまくってたからめちゃくちゃ簡単だったね。あれこんなんでいいのかな。タレットがめちゃくちゃ怖いけど。よし。これ運転できるの？マジで？あれ？気のせい？運転できないのか。うわめっちゃ期待したのに。なんだこれ。あっち行くか。あれ意外と簡単に情報手に入ったね。作戦がうまくいったようですね。エマチャイルドの一味はまるで蜂の巣をつついたかのように大騒ぎしています。うん、予想より早かったな。チャイルドのお友達全員にあなたの MI6 での活動を記録したセキュリティ映像を送信しました。ことを早く進めるためです。安全なのか？安全とは言えません。
ところであなたは派手なマスクをかぶって傭兵をぶん殴ったり機密情報を盗んだり車でカフェに突っ込んだりしていると思いますが、安全の定義を伺いたいところですね。確かにな。で、次は？ある集団が駐車場でエマチャイルドと会うことになっています。監視カメラを切られましたが、建物の CTOS ハブに私をつないでもらえればスイッチを入れ直せます。私は賢いので。それならやるべきことをやろう。さあ、極秘ミーティングと。ここか。意外と近場にないんだよね。バンクサイドから行くか。さあ、この中か。リマインドします。この駐車場でエマチャイルドがお友達と会う予定です。マリクからは彼女がシコラクスであることを確認してから殺すよう依頼を受けています。ひどい目にあった。確認してからね。おいお前、おい。何かの表紙に、あれ、もしかして、あ、いや、そういうわけではないか。上だな。さて、さらに上がって、いかにも歓迎、危ない。陽動しときたいね、これはね。はい、一緒にやるわ。はい、ありがとう。このショック持ちは強えわ。鍵持ち。テック発見。でもトラップこんくらいだしな。今逮捕します。止まりなさい。従わなければ強制措置を取ります。はいはい。サイリーグレネード。ああいうこともできるわけね。君は倒しといて、ああ強い。で、意外とね。おいおい、よし。一つ破壊されてしまえば、そっから普通に逃げるんだ。
鎮圧ドローンね。よし、警戒は終わった。よし、ゲット。さあ何が出てくるかな。カメラ、ん？今回は動かすタイプか。はい。これが偶然であるわけがない。サーバーがやられた直後に姿を消した。リチャード・マリクが裏にいる。暗殺の準備が整いました、ミセス・チャイルド。マリクは表に出てきた瞬間即死します。表に出てきた瞬間とは？他に何か言うことはないのか？はい、その通りです。完全に姿を消しました。カードを使用した履歴もありません。当たり前だ、奴はバカじゃない。私たちの手札は知られてる。フィラメントには頼れないということだ。目と耳を使うしかない。すでにロンドンを離れているか、あるいは郊外に。だからバカみたいな言い訳してるのか。ええ、もちろん裏付けはあります。マリクはデッドセックと連絡を取っており、奴らにかくまわれているのではないかと。ロンドンをまるで敵地のように脅かすんだな。地元のボートと連絡を取り協力させるとは。ならばこうしよう。人員をすべてデッドセックのもとに再配置。根気よく木を揺らし続ければいずれマリックが落ちてくる。さあ仕事だ、行ってテロリストを殺してこい。これはちょっとやばい展開だね。見つからないとは言い切れないし。あれ、テックポイント、あったあったあった。そうかー、ってことはめちゃくちゃ追われそうな感じも。おい、あと降りれそうな場所は？マグリー、マリクに連絡してくれ。応答がありません。そうか、仕方ない、やるぞ。くそ、急げ。おそらくチャンスは一度きりだ。車で追えか。いや、よりかこっちだな。エマ・チャイルドが保護された回線で内務大臣との間にオプティックリンクを開きました。爆破事件の潔白を本当に証明したい場合は証拠を集めるチャンスかもしれません。車に接近してもらえれば私がハッキングします。エマ・チャイルドと通信をつなぎます。落ち着いて行動してください。こちら局長のチャイルド。コードキロアルファキロ711。コードと声紋を認証しました。内務省の回線に接続します。お待ちを。回線に異常が。気のせいかもしれませんが、念のためチャンネルを切り替えます。これは面倒ですね。つなぎ直しますので少々お待ちを。デッドセックの件に人員を集約させています。大臣、先日のあなたの連絡員の件がありましたので、このことは直接お話ししたいと。おい待て、まさかあの件もデッドセックの仕業だというのか？あれは確かお前のところの何だったか。確かほらマリクとか言ったか。ええ、まさにそれが問題なのです。大臣、新たな証拠からマリクがデッドセックとつながっている可能性が浮上しました。てかめっちゃ早い。冗談だろエマ、これはただごとでは済まないぞ。こちらで対処を。くそ、失礼トム。もう一度回線を切り替える必要があります。お待ちを。
どうやらこの策略は組織のトップか、あるいはそれに近しいところから始まっているようですね。離れないでください。まもなく処理が完了します、はい、見られたようです。逃げられる前に追ってください。マジか、早い早い。ま、それなりに走ってきたからそうではないけどね。次どこで曲がる？いやー、車ちゃんと選んでてよかった。よし来たー。具体的にどうするつもりだ、エーマ。今まさに向こうのハッカーが私の通信をハッキングしています。異常の発生はそのせいでしょう。やけに落ち着いてるな、トム。私も新米じゃありません。車はただのおとりです。発信機を仕込んでおいたので、こうして話している間にも相手の座標にアルビオンが急行しているはずです。1時間以内には拘束してみせます。今回は私が接続を切りました。早急に逃げてください。早急に逃げる。はあ、じゃあこれは完全のおとりだったんだ。やるね。マリクから連絡です。しばらく潜伏する。直接連絡する危険はこれ以上犯したくない。待ってくれ、あの言葉を聞かなかったのか。奴は君を殺そうと考えてる。それこそが証拠だ。ああ、そちらと組んでいることも気づかれている。想定していた夜も隠しられた。すまない、もう時間だ。じゃあな。さあミッション完了、ゼロデイを終えと。決定的証拠。いい性格をしてるよ、まったく。ほっとけばいい。ゼロデイの黒幕は分かったんだから、もう用はない。あとはあの女を見つけるだけ。実は MI6 のサーバーに接続した際に、市内にある SARS のセーフハウスのリストを入手しました。ただ数はそれなりにあります。でもこっちには彼女の支援者の GPS データがある。隠れ家の場所に重ねて彼女の居場所を探してみよう。いいね、バグリー。最優先事項だ。あの女も年貢の納め時だな。そうか、ステージを調べろというところなんだけど、採用候補はまた置いといて。決定的証拠か。あれだね、ちょっと今気になったのは、その誰だっけ、アルビオンだっけ、なんかまだ多分倒してないのよね。ドローンはどうにかしたけど、でも一気にゼロで進めていく感じか。へえ。まあステージ調査からというところかな。見つけました。マップ上にピンを打ちますね。はい、ということで、今回ここまでとなります。めっちゃ目立つな、あのサングラス。まあまあ、今回ここまでですね。まあ、だいぶいい車だったけど、ボッコボコやね。まあ、カーチェイスもあると面白いね、こういう風にね。では、次回はこの続きやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。